骨格筋、体筋、上肢の筋、上腕筋群、心筋群、上腕三頭筋、上腕三頭筋は、人間の上肢の筋肉。腕を伸ばした時によく浮き出る筋肉である。三頭の名の通り騎士部が長頭と、内側頭、外側頭に分かれている。長頭は、肩甲骨関節下結節から起こり、大円筋と小円筋の間を下行する。 内側頭は上腕骨の頭骨神経口の下外側肩から起こる。外側頭は上腕骨の頭骨神経口の上、外側肩に接して線上に起こる。この三頭が合わして、尺骨中頭に停止する。支配神経は腕神経層のも神経束の枝である。頭骨神経である。作用としては肘の伸展を行う。長頭は上腕を伸展よび内転する。 伸展時には肘筋と共に強調して働くが、純粋に肘の伸展をする手動作筋は肘筋である。前腕伸展位の拮抗筋は上腕二頭筋となる。前腕の階内は円階内筋、方形階内筋などと強調して働く。ボディビルなどで上腕部のトレーニングを行う際には、つい上腕二頭筋ばかりに集中しやすいが、筋肉全体の太さだけで言えば、 上腕三頭筋の方が太いため、こちらを鍛える方がより太い腕にする近道であると言える。犬の上腕三頭筋は上記の三頭と腹頭の四頭からなる。この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版444ページ本文が含まれています。ありがとうございます。